上野大倉劇場は日本の映画館である。東京都台東区上野に所在。大倉映画株式会社が運営。成人映画を制作する、OB 映画を有する、大倉映画直営の成人映画専門の映画館。日本一のピンク映画館とも呼ばれる。1951年、同じ上野の台東区上野公園2丁目14番地に、東映の風切り館としてオープン。 1962年には、日本製、ピンク映画の第1号作品とされるヒット作、肉体の市場を配給し、ピンク映画というジャンルを確立した。2010年8月1日、旧劇場は59年の歴史に幕を下し閉館。同年8月4日、上野スタームビー跡地に新築。旧上野大倉劇場及び、上野地下特選劇場の機能を移転させ再オープン。 新館はバリアフリー設計となったが、成人映画館の入れ替えなしのオールナイト上映を貫く上ですべて水で洗い流し清潔に保つことを前提に設計したため、一般的なシネコンと異なり、床には絨毯を敷いていない。支配人は斉藤剛系、上映映画のポスター、チラシ制作、上映時のタイトルまでを手掛けている。 二代目マスコットガールを務めた朝倉琴美新劇場のテコ入れの一環として新設。舞台挨拶などイベント時に MC を務める。映画出演女優勇士によるボランティアである。ありがとうございます。